はい、皆さんこんにちは。松永製作所の大隅と申します。今回は MHVR もしくは 1R から 4R のリクライニングのワイヤーの調整についてお話しします。はい、それではリクライニングワイヤーの調整を行っていきます。リクライニングワイヤーのこの調整部分になるんですが、新旧ございます。ご注意ください。また旧仕様の方はティルトのワイヤーと同じ調整方法になります。また別動画でワイヤー調整がございますのでご確認ください。今回は新仕様の方をご紹介いたします。使う工具は 10mm のスパナが2つ、この金属のプレートの上下に 10mm のナットがついています。それが挟み込むことによって固定をされています。なのでまずは緩めていきましょう。こちらを緩めることによって前後に動かすことができます。引っ張る方向に調整をすれば、効きは良くなります。逆に引っ張りすぎると勝手に倒れてしまって危険ですのでご注意ください。またこちらの方に戻す方向に緩みますと今度は効かなくなってしまって、レバーを握っても倒れなくなります。なので、遊びがないところで調整をしていただいてください。この後に起こして実際に効いているかを確認を取ってください。効いていなければ再度調整となります。はい、これで調整が終わりました。お疲れ様です。調整後には確認してほしいことがございます。まずはリクライニングのレバーを握る前に倒してください。この時に、リクライニングが動いてしまいますと大変危険な状態になっております。次にリクライニングのレバーを握った状態で動かしてください。この時にスムーズに動いているかどうかと、あとはこのリクライニングのワイヤーがどこかで引っかかっていたり折れていないか確認をお願いします。で、しっかりと倒した後に今度はレバーを握っていない状態で起こしてください。この状態で、リクライニングが起きないかの確認をお願いいたします。はい、この確認ができれば、調整が完了となります。このようにワイヤーの調整をしていただくことで安全に使用していただくことができます。他にもワイヤーの調整ですとかブレーキの調整の動画を上げておりますので、ぜひともご確認をお願いいたします。今回のご視聴もありがとうございました。